お、来ましたね。あ、なんかちょっと待って。パソコンが大変なことになってしまった。よし。よし、OK だ。これで、これでいいんじゃないですか。今日は6日です。6日月曜日、はい、10月の1回目、はい、というか9月は1回しかなかったぜ。お久しぶりです。お久しぶりです。約1ヶ月ぶりの、はい、キアヘクラブ、はい、さてさて、この1ヶ月何があったかなみたいな話を、そうですね、ちらちらとしていこうかと思っております、はい、思ってるんですが、はい、実はあんまり大したことやってないなっていうことに気がつきまして、うん、あの9月にライブをやりました、はい、以上みたいな。まあそれを言っちゃえば言っちゃえば、うん、言っちゃえば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 、はい、私もライブしました。以上以上。お、そうですか。いや実はね、はい、あのファントム・オブ・ソロー的には、はい、2回目の東京ライブ、14日、9月の14日にあったんですよ、吉祥寺で、クレッシェンドっていうところで、去年の10月にも1回行ってるところ で、うん、で、今回2回目なんですけど、2回目にして、はい、いい感じの盛り上がりを見せてくれまして、お客さんたちがね。すごい。で、結構、テンション上げ上げな感じで、あ、いいですね、ライブやってきまして、あの現地のですね、はい、あのプロモーターというかそのライブ企画をされている龍明さんという方がいまして、はい、で彼もともとフォトグラファー、つまりはカメラマンの方なんですが、うんうん、まあ、ヘビーメタルも大好き で、うん、でそのイベント企画なんかも、あの関東関西、うんうん、あの南は九州ぐらいまで、うん、あのイベントをやってくれてる方なんですが、うんうん、その人がねライブ終わった瞬間に、はい、あ、メンバーの皆さんまだちょっと帰らないでください、ステージに降りないでください、うん、なんだろうと思ったら、あのステージ側からお客さん、うん、要は客席に向かって写真を撮るので、はい、その一番前に我々メンバー、はいはい、で後ろがお客さんみたいな、うんうんうん、そういう何十人も写ってる、すごい、何十人、もっと100人近い人数が写っている集合写真を撮っていただきました、うん、すごーい。でこう、え、そんなのみんななんかいいのみたいな、うんうん、出来上がった写真見ると結構盛り上がってて、お、ちょっとなんかちょっといけてるかも俺らみたいな感じになってましたね。いいですね。よいしょ。よくあるなの、盛り上がってる、こんなライブありましたねみたいな、そうそうそう、これこれやつですよね。すごーい。今ね、パソコンでは今見れるんで、皆さんはちょっと見れないかもしれないですが、盛り上がってますね。そう、ファントム・オブ・ソローか、もしくはキュアヘンクラブ の、 あのホームページ開くとその写真がありますんで、興味ある方はちょっと見てください。こうやってやった人がいっぱいいます。そう、もう後ろまでびっしりいるでしょ、これびっしりいますね。会場ほぼ満員だったんですよ、うん、こういう人、うん、頑張ってるね、高原。最近、最近そういうキャラになったのかね。違う、再現じゃあ今度、うちのライブ来てやる、それやります、やります。ああ、面白いね。やりたい、やりたい。ちょっと考えておこう。まあ、そんな感じでね、東京行ってきまして、いいですね、すごい盛り上がって楽しかったなと、うん、すごい楽しそうですね、皆さん。そうそうそう。でその時に、はい、マフラータオルってやつをね、うんうんうん、初めて作ってみました。おお、もちろん俺デザインみたいな。おお。でそのタオルを東京で売りまして、はい、まあそこそこババッと売れましてね。おお。いい感じで帰ってきて、お、
その2週間後にあのヘッドホンプレゼントのライブがありまして、わその前座というかオープニングアクトで務めさせていただきまして、でその時もまあまあいい感じの盛り上がりを見せ、タオルもサクサク売れ、で打ち上げではアンザさんとのみ、いいだろ、羨ましいだろ、アンザさんは相変わらずでした、素敵です。で来年もまたやりたいですねっていうお話になりましてね、それでじゃあぜひお願いしますねっていう話をして、結構でいや実はファントム先々週東京行ったんですねって言ったら、アンザさんがどうして教えてくれないのって怒られちゃいまして、なんで連絡くれないの、見に行ったのにみたいなことを、ね、言われまして、まさかアンザさんが来てくれるなんて夢にも思ってないじゃないですかそうですね、ね、なんか思ってないから連絡なんかするわけもなく、勝手に東京行ってライブやって帰ってきて、その話をアンザさんにしたら、アンザさんが教えてくんないっつって怒られちゃいました次回行くときは教えようと思います。いいですね、まあ、でもほらライブって大体休みの日とか、土日の、ね、週末とか、あと連休とかを使ってやるので、多分その日はアンザさんも仕事だと思うんですよどっかで、そうです、ね、どっかでライブやってるとか、ね、なんかのイベント出てるとか、まあ、そんな感じでねやってたと思うんですけど、スケジュールが合えば、そうそう、で俺実はアンザさんにはしなかったんですが、男性陣には結構メールしたんですよ、やるから来てね、いろんな人が、王様とかね、あと地獄のギタリスト小林真一先生とか、いろんなところメールしたんですが、皆さんお仕事でした。あちこちで、お忙しい、日本全国でね。いや今日ちょっと奈良でライブなんだけど、いや今日大阪でライブがとか。あちこち。そうそうそう。今日仙台でイベントがとかね。みんなそんな感じで考えてみると、俺の東京の友達って9割方メジャーのミュージシャンばっかりだから、みんな暇なわけないよね。お忙しい。そうそうそう。なのでまあいいやと思って、まあ、俺は俺で頑張ろうみたいな感じで、ね、東京ライブやってきまして、して、いやー疲れたなーみたいな感じでね、ヘッドホンプレゼント終わって、やれやれって言ってたこのつい昨日まで、今度はね徳成さんとイベントしに3水金曜日3日10月の3日4日5日とつまり昨日ですね、まで東京、横浜行ってきまして、お帰りなさいです、イベントをやってきましたおかげで喉がガラガラです。あのね何もしてないの、別に俺歌うわけじゃないからさ、そうですよね、声は使わない、別に放送もしてないから喋、りもしなかったんですけど、喉がねガラガラなんですよ。でこれ変だなと思って、友達とかにいろいろ聞いたのね、そしたら、みんな東京から帰ってくると喉がガラガラになる、要は空気悪いんだよあそこは、なるほどっていうふうに言われまして、で考えてみると、東京行くと、歩いてる人の半分ぐらいマスクしてるんだよね、今言われて思い返してみると、歩いてる人の約半数、まあ半数は大げさかな、3分の1ぐらいかな、がもうマスクして歩いてた。俺風邪ひいてるのかなって単純に思ってたわけ。でも季節の変わり目もあるしね。そうそうそう。でも比率的に考えたら、風邪ひきさんが多すぎだろうみたいな、そんなに風邪ひいてどうすんだよお前はっていうぐらい、風邪ひきさんがいまして、でよく考えたらあれってこれは風邪じゃない、風邪じゃないというとなんだろうと思ったら、単純に空気悪いから、みんなその喉を保護するためにマスクをしていただけなんじゃないかと、周りの方々は大丈夫ですか、喉どこまでしょうか。いや結構みんなね、辛い感じで帰ってきてますよね、喉に関してはね。あ、なんか喉はダヌーのせいではと言われてますけど、ダヌーはあんまり関係ないですからね別にダヌーをこう叱りつけながら俺言ったわけじゃないてめえこの野郎とかって言ってるわけじゃないから、やつはやつでね、こうちゃんと仕事は仕事としてやってましたんでね
やつのせいではないんですけど、多分あの東京の空気のせいだと思うんですね、この喉、慣れてないからあの何ですか、汚れ加減にそうですね、そんな感じでね、うん、結構つらかったですね。おかえりなさいっす。ただいまです。でもここね、無事に木屋さんがいることがもう奇跡ですからね、今日は何より。あ、そう、だって台風とかの影響で飛行機が、そう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 、昨日のね帰りもね雨ザーザーで、っていうか昨日一日雨ザーザーだったんですよ、うんうん、関東近辺は、ね、朝から、うん、で、まあ、そんな中なんだかんだあちこち移動しましてね、うんうん、でまあ成田着くわけですよ、うん、そんであの飛行機乗るぞってなった時に、うんうん、その飛行機がまだ到着してませんみたいな、うん、使う飛行機がね、うん、どっかから来たやつをこう整備してそれに乗っかってまた札幌行くの話になるんですけど、どっかから来るやつがまだ来てない、大丈夫かこれみたいな、どうなってんだみたいな、で飛行機着きましたってあれなんですよ、うんうん、で今燃料補給とあの中のお掃除をしてるので少々お待ちください、うんうん、で出発前 の, その定期点検的なものとかやってるんで、うんうん、ちょっと待ってくれ、うんうん、で確かねあれ17時55分初の飛行機に搭乗が始まったのがなんと17時55分、つまり普通さ飛行機って搭乗してから30分ぐらい経ってから飛ぶじゃん、そうですね、ざっくり30分遅れたわけですそこで、そうですね、飛び立ちました、うん、ね、ガラガラ滑走路ガー走ってますね、うんうん、ガンガン揺れてプッて浮いた瞬間にゴワー、こうなるんですこう、俺ね、あ、今日で俺の人生終わるのかな何気に思うぐらい揺れまして、それでもなんだかんだ言ってこう上空までこう上がってきましたね。で上空飛ぶんですけど、こう飛行機ってこう斜めにこうずっとこう何でしょう、上って一定ある程度行くとこう水平飛行になる、こう来たやつがこうなるんですね。こうなってからもうずっと揺れてるんです。でこれ落ちるかもしれない落ちるかもしれないなって思いつつ、うん、眠くなってきて寝ちゃったんですよ、うんうんうん、そしたら夢の中で飛行機落ちまして、俺はああもうダメなんだっていう夢を見て、おそらく一人うなされてたんだろうな。そうですね、そうですね隣があのダヌーンの母が俺の隣 で, でその端か窓際、俺通路側だったんだけど、うん、窓際がダヌンです。ダヌン完全に寝てますよ、ベロンベロンな状態で。ダヌン母もちょっと寝てました、うん、で俺も寝ててうわっって目覚めると普通に飛行機飛んでるんですよ。でも俺の夢の中ではもう落ちてバラバラになってる。いやそこにダヌン転がってたりとかする。いや目覚めると、ああ、飛んでたそんな夢を2回ほど見たら千歳についてました。無事に、おかげさまで本当に夢でよかったです。でもね、そのぐらい揺れたのよ、マジで怖いですね。あれね、怖いね、飛行機揺れ、しかも小さい飛行機で、あの、うん、エアバス A320 って飛行機なんですけど、うん、あの古い飛行機なんですよ、うんうんうん、もう型としてはずいぶん昔の何十年も前の30年ぐらい前の飛行機で、うんうんうん、内装はね当然綺麗にしてあるんですけど、飛行機自体がその設計も古いし製造も古い飛行機だから、うん、やっぱちょっと今の最新型のね、うん、ボーイング7なり、うん、87だか、うん、分かんない777だか分かんないですけど、あそこら辺 の, あの最新機種に比べるとやっぱちょっと安定性とかいろんなものが劣るんですけど、エアバスってあの、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、最初 A300 って300人乗りだったんですよ。でその後320ってなって20席余計にこうつね椅子がつけれるようにちょっと延長にボディが長くなって、最終的に340だったかぐらいまで伸びるんですよ。すごい。でいろんなバリエーションが世界中飛んでるんですけど、もうかれこれ何十年も経つ飛行機なので、そろそろ、新しい型の飛行機に、ね、入れ替えなんじゃないかなってなるときに、大手の航空会社からこうもうこれ使わないからいらないやってなったときに、あの LCC ですよね、 LLC ですよね、あの安い飛行機でしたみたいなところがそこからこう払い下げを買い取って綺麗に直して使うんですよ。
だから飛行機賃がすごい安いんですけど、いかんせん古い方の小型の飛行機なので、怖いです。そうですね、怖いですよ。そういう仕組みがあったんですね。そうですね、あのボーイングの747、いわゆるジャンボジェット機で、その SR400 って400人乗れるぜベイビー的なやつがあったんですよ、でそいつがこうもうガンガン飛んでる時代に、727という、このボーイングの飛行機で727で2じゃん、真ん中がね、727で真ん中が2なんですよ、で737、747っていうと2世代前の飛行機っていうことになるんですよ、その時代に727に乗ったんです。でも727が最新の頃にも実は乗ったことがあるんです、で727が最新の頃に乗った時はそんなに感じなかったんですよ、その揺れとかね、騒音とか、あ飛行機ってこんなもんだよなと思ってた。でも時代が進んで747、要はジャンボジェット機になって、安定して飛ぶし、音も静かだし、まるでなんかシーンとした部屋の中にいるような感じで空を飛んでる感覚に慣れてしまってから、727に俺沖縄かどっかでたまたま就航してたやつに乗ったんですね、ものすごい揺れるし、ものすごい雑音だし、で窓からヒュッて外見ると羽がブワーってなって待ってて、これ落ちんじゃねえって普通に思うぐらい揺れました。すごいですね。その時のことを昨日のその A320 に乗りつつ思い出して、あそういえば沖縄で727の時もこんな感じだったなと思いながら乗りました。そう考えるとやっぱりね、お金出してて安全な、そうそうそう、だからあの通常料金の普通の例えばANAとか JAL とかそこら辺をねに乗った人がその安い片道6500円で東京まで行けちゃうぜみたいなやつに乗ると結構ビビる、ビビりますね。そんなこんなでね、東京3日間行ってまいりまして、徳成さんと、徳成さんっていうのはこうね、高春のつい去年ぐらいまで行ってたビボの親方、徳成さん、そう、まあ俺がそこでギター教えてるんだけど、あ、A380 が最大だって、お素晴らしいね、あ380すごいね、結構長くなったもんね、そして最初、最後はね、でまあ徳成さんと俺と、まあそれもほっとけばあきらさんと、あとダヌーンと、あの鈴木ゆいちゃんと、まあ、5名プラスダヌーンの保護者みたいな感じで行って、初日が下北沢 あのサーカスっていうお店で、あのちょっとしたパブというか、まあカフェ的な、酒が飲めちゃうのでカフェというよりもどっちかと飲み屋に近いようなお店で1回、翌日があの横浜の J バッカスという、こっちはもうアンプとかドラムとかバーン置いてあるような、いわゆるライブハウスってやらせてもらいまして、結構受けましたよ、いい感じでしたよ。いいですね、どうしてタカール連れてってくれなかったんですか。俺ね、聞いたの、徳川さんね、なんでタカハルいないの、いや、タカハル忙しそうだから、悲しい理由だな。忙しかったの。いやー空いてましたけどね。マジで。はい、昨日とか一昨日とか、昨日とか一昨日とか、まあ金曜日は、金曜日も空いてたと思うんですけどね。マジで。ライブは入ってなかったんですよ。あ、本当。俺てっきりなんかちょうど昨日か、はい、昨日ビボでなんかやってたのよ。あ、なんかなんかやってたのよ、誰かが。誰とは言わないけど、多分あのマナユとか、むっちゃんとか、あそこら辺がなんかやってた、もうそっちにいるのかなとてっきり思ってた。いないいない。そうか。それともう一つ別なとこで、なんかアニソン系のライブがあった、昨日一昨日かな、もしかしたらそっちにいるのかなとか。いろいろ巡ってもらったんですね、タカールのこと。そうそう、この土日は結構あちこちで、まあそうですね、ライブイベントあったん で、タカハルが出そうなやつも 3つぐらいあったんで、もう3カ所のうちのどっかにいるんだろうなと俺は思ってた。いない。いないんだ。そいつは残念だ。今
今度お願いします。そっか。で今度さ、うん、今度はそれですよ。今度そのやるでしょ。あ、小樽ぐらいのところで。小樽ぐらいのところで、いつだっけ。来週、再来週じゃん。そうです、19日え、19日。しかもあれですよ、コトニのパトスでシアトリカルミュージックコースが、うん、あのボタンを歌いますと舞台をやってる最中、我々はオタル座でライブなんです。え、19日何？19日にコトニのパトスで、あのシアトリカルミュージッククラスの舞台が、マジで、はい、やってるの。やってる裏でヒデさん方が、ヒデさんがやってる裏で。本当、徳永さんとか私たち、さっきヒデさんに会って、いやお疲れ様でした的な挨拶をちょうど交わしたばかりで19日かぶってるわけですね。かぶってます。ああ、じゃあヒデさんに勝つためには、そうですね、何かしなきゃいけないという、頑張らないと。まあ19日ね、あの、はい、高春も出るし、はい、俺と徳永さんのペアも出るわけですよ。はい、ね、でそれをあの横浜横須賀でやったのと、お、横須賀じゃねえや、横浜東京だ、うんうんうん、港の陽子横浜横須賀だったけどねそうじゃなくて、あの横浜と横須賀、はい、あ違う、横浜と、東京でやった、はい、あの出し物を小樽でもやろうかな。わあ、見れちゃうわけですね。見れますよ。やった、かなりいけてますよ。わあ、もう自信たっぷりにね出しますから。いいですね、徳成さんと俺だよ。おお、変じゃない。なかなかこうつながってるようでつながらない2人ですからね。うん、しかも俺ギターしか持ってかない。あら、ということは徳成さんが、徳成さんが歌うわけですよね。おで、ギター1本で歌うんですかってなるじゃないですか。そうですよね。まあ別に珍しくないよね。まあまあ、俺がアコースティックだったらね。なんと俺はいつも通りエレキギターを持っていきますから。おお、はい、なんかすごいことになりそうですね。でその上で、じゃあ徳永さん何歌うんでしょうっていう話になるんです。なんだろう、これ高原見たら、はい、マジっすかってなる楽しみだ、結構ね楽しみだ、うん、あ、19日木屋さん出演なんですねって言われちゃいました。ええ、出演します。お待ちしてます。出演です。多分見た人はぶっ飛ぶと思います。へえ、あの東京横浜でやった時、はい、見てた人ぶっ飛んでましたから。へえ、して何より俺嬉しかったのは、はい、あの小学校低学年ぐらいの男の子がバカウケしてたんですよ。へえ、超転げ回って喜んでたんですよ。なんだろう、それがね、ああ成功だなって思ったあの大人の人は結構ポカーンみたいなのを何人かいて、あ、なるほど。で子供はねもうバカ受けしてたんで、そこら辺の世代、俺的にはね、やったみたいな、大成功だよこれはっていう、楽しみですね。そういうものをね、お、出しましたまあロックノクターンっていうのも確かにありですけど、うんうん、まあ、それは多分次回はないかな、うんうん、やるとしてももうちょっと先かな、ロックノクターンは、うん、ロックノクターンの話も実は出てるんです。お、あのバックバンドをロックバンドにして、うん、ノクターンをロック調にアレンジしてやろうって。すごい。でもね、ノクターンテンポ遅いからどうすんだこれ、誰がアレンジするのみたいな話になって、今ちょっと悩んではいるんですけど、だ方向性としては多分やる方向になると思うそうですね、ちょっと今、うん、悩みつつね。でも19日は違います。お、ロックノクターンではないです。お、これは見に来ないとわからないし、説明しづらいっていうのと、うん、あとここで種明かししちゃあんま面白くないっていうのもあるので、これはぜひぜひ、あの、まあ、札幌小樽近郊以外の人はちょっとかわいそうですけど、札幌小樽近郊の方は小樽まで来てくれればいいことなので、ぜひ見てほしいなと、はい、多分俺が最近なんかこう自分の中に足りないと思っていたものが補充されたような、なんだろう、そんな気持ちになる内容で、もしかして俺はもともとこっちの世界の方が良かったんじゃないかなっていうぐらいのハマり役だったなと、と自分では思ってるわけですよ。こうご期待ここら辺を
だから俺本当はね、はい、東京横浜で、はい、あれ高春いねえなつまんないなってちょっと思った。あこれ高春いたらもう絶対受けたのにな。なるほど、なんかうっすらうっすらこうゆいちゃんはめっちゃ喜んでた、はい、ゆいさんが、そう、おゆいちゃんはめちゃ喜んでて、お相変わらずわけのわからない笑いどころのツボで俺にはちょっとわからない部分たくさんあったけどでも彼女もまあ喜んでる、うん、そうそうそう、あのなんかじゃがりこ的なお菓子があって、あそこになんかかぼちゃ味だったのね、うんうん、そして側面にあのギャグみたいなのが書いてあるの、ありますね、ありますね、そう読んでて、うん、あの同じ服着た2人がいて、うん、かぼっちゃったねって書いてあったのかぼちゃ味のやつに、ね、2人同じ服で、セリフがかぶっちゃったね、かぶっちゃったねじゃなくてかぼっちゃったねって書いてあったの。してそれをコンビニでゆいちゃんが発見してすごく嬉しそうな顔してレジに並んでる俺のとこ来て、キヤさんキヤさんこれかぼっちゃったね面白くないですかって言われたから俺何言ってんだろうこの顔って言ったの。ゆいさんそういうとこありますね。そう、もう全然わかんないんだけど、それをすごく嬉しそうに見せてるゆいちゃんを見て俺は癒されたので、まあいいことにしとこうみたいな。相変わらずそんな感じの彼女でしたけどね。可愛いです。まあそんなゆいちゃんが喜んでくれたということは、はい、結構いろんな人のツボにはまれるんだなと。楽しみだ。高春のツボにもはまるのかなとか。はまること間違いなしですね。ダヌンもまあまあ受けてたんだね。おダヌンも面白い面白いと言ってたんですけど。やつは初遠征、初東京だったので。何かと緊張してたらしく、おうおうおう、うん、それでもまあまあちゃんと大したもんだなっていう感じでこなしてましたね。おうおう、うん、俺としてはね、そんな人たちが演奏した、はい、歌った後に出てきて、はい、ガー持って出てきてやるわけですよ、はい、徳丸さんに横に置いてプレッシャーですよ。そうですね、ここでこけたらもう多分明日はないなぐらいだからあの根性決めて、うん、あの気合い入れて、うん、2日間のステージをね、うん、やってきました。いやいいですね、はい、ね、徳成さんに無駄金使わせるわけにもいかないんでねちゃんとあのね、あの、うん、やることはやって、うん、ちゃんとお客さんを喜ばして、うん、帰ってこなきゃなって思ってたんで、うん、結構それでね気遣いしてて終わってちょっとホッとしてるなってお疲れ様でした、はい、そうそう、まあそんな感じでこの1ヶ月をね過ごしてましたね、はい、私としてはね、うんうんうん、で今後の流れはまあいろいろあって、さっきのほら19日のライブ、はい、またカールも来るじゃん。そうですね、でカールも何分ぐらいのか知らないけど何をやるのかも俺は聞いてないけど、30分ぐらいですかね、うん、ですかね、うん、なんかいろんな人が出るらしいので、うん、これはこれでね、小樽絶対面白いと思うんで、面白いと思いますね、小樽はぜひ、はい、みんなで来てほしいなと、お待ちしております、お待ちしております的な感じ でその後、はい、11月に入って、はい、11月15日に、はい、組織ナイトのでライブがあるんですよ。おこれは高春も出ますよね。宝くん、この時までには準備してたいなぁ。で、あれを。あれをと思って今、やってるのやってんだけどなぁって感じですけど。実は15日ですね、ファントム・オブ・ソロ企画という、まあ、うちのバンドの企画なので、当然、ロック系のライブイベントなんです。はい、そこに、宝くんが出る、はい。皆さん、来てください。これね、結構ね、俺としてはすごい大冒険なんですよ。そうですよで、高春的にも多分大冒険なんですよ。もうあれです、なんかあいつに何だと思われたらそこで終わりですよ。そうそうそう、もうあのお互いアウェーな感じ。そうですね、そう、こっちはもうバリバリヘビーメタルガーン行くところに高春です。それが同じステージでライブをやるっていう、そうなんですよ、ちょっとした実験ものでもあって、あで多分ね、あの女性ピンは、はい、高春だけです。やべえでも、はい、
あのちょっと年配のね、はい、ちょっと年配の女性2人っていう人たちがいまして、まあ僕の知り合いなんですが、はい、あのバンドというかユニット名がすごい。何ですか？家庭菜園。なんかぬくぬくする名前ですね。もう名前からしてほのぼのしてるでしょ。そこの2人すごいほのぼのしてるんですよ。家庭菜園な感じ。もう家庭菜園な感じです。ぜひ楽しみにお会いできるの。多分ね、高春はねすごく気に入ってくれると思う、はい、彼女たちのことを。嬉しいわ。で彼女たちは多分高春のことをすごく気に入ると思う。あら、2人3人でこうぬくぬくしてようかな。そうそうそう、3人で家庭菜園的なね空気になるんじゃないかなと俺はちょっと今ちょっと思ってる。いいですね。そう、でまあそれ以外はいわゆる女性ボーカル系のロックバンドです。うん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 。まあ、どんなのが出てくるかっていうのはまあ追っていろんなところで告知していこうとは思うんですが、俺的にはやっぱ高春のその出順をね悩んでるんですよ。高春どこに持ってくるかな。高春は毎回悩まれるみたいです皆さん。本当高春はどこに持っていくか。今回ねうちとその他ロックバンド2名と、はい、高春と家庭菜園、うん、5つかな、まあ、もっとあるかな今ね、全部お待ちしております。そうそう、全部決まったんだけどまだどこにも告知としては書いてないかな。そうですね、まだ告知としては出してないので、うん、あれなんですけど、まあそんな感じでねあらかた出演者決まったんですよ。なのでじゃあ高原どこにしようかなみたいなことをずっと考えてまして、はい、なかなか決まらない。これそうですよね、前半戦には出したくないんですよ、もったいないから。キアさんとコラボしたいな。え、面白くない。どういう風にですか。なんかいい感じになるように、いい感じに。え、要は2人でってことですか。2人で。それともファントムプラス高春ですか。あ、そういうのもできちゃうんですか。まあその気になれば。じゃあおいおいちょっとこれは。うん。まあうちのあの会員とね。はい。うまいことこう、うん、合わせてくれればそれはできなくもないですね。うわ、うん、そんな感じで、あとはベースのシンジがね、はい、喜ぶか喜ばないかにかかってます。あいつアイドルオタクなんで、うちのベースシンジは。そうなんですか。そうそうそう、結構ねアイドルあのうるさいんですよ、あの男は。なんだかんだ言って。本当ですか。そうそう、気に入ってもらえるように頑張ろう。なんだっけ、あのアンナさんが昔所属してたなんだっけ、はい、あ、桜っ子。そう、桜っ子とか、はい、すごい詳しいね、あいつね。あ、俺全然名前も知らなきゃさ、どんな人がいるのか全く分かんないけど全部知ってて、全部覚えてて、あの時はこうで、ああだこうで説明されたんだけど、もう全然分かんないから、うんうんうんって3回ぐらいうなずいて終わっちゃったんだけどさ。そうなんですね。そうそうそう、すごい。そんな感じでね、多分はい、10月11月も、はい、まだまだ楽しめると思います。11月もあれですよね、いつだかにビボミーティング9日ですね。9日あります。9日ビボミーティングありますね。あれ告知出してんのかな、まだ分かんない。まだね、俺もねやってねとは言われたんだけど、そうなんです、話だけ来て、そう話だけ来て、その後どうなってかまだ分かりませんが、まあ、11月なので今週来週あたりにははっきりするんじゃないかと。そうですね、その出演者の確約がまだ全部取れてないらしいです。ああ、なるほど、なるほど。でその予定してた出演者が全員出れれば OK みたいな感じなので、まだちょっと告知は控えてるらしいんですけど、でもおおむね決まってるので、うんうんうん、まあここでポロッと言っちゃってもいいかなぐらいの感じであるので、まあ11月の一応やるとすれば9日。そうですね、うん、結構なので皆さんと一緒に出れるライブがね。そうなんですよ、だから10月11月は結構面白いなと、うん、俺個人的にぐらい思ってるんですよ。これあの私この前それこそ徳成さんが出演されてる FM モーターさんのホットメナイトに出演してきたんですけど、はい、これキアヘンクラブ押しかけたら面白いねって話してたんですよ。ほう、これのねお知らせも兼ねてどこかでね。そうですね、これのお知らせをもし兼ねるとしたら、はい、火曜日キアヘンクラブ、キアヘンクラブに乗り込んで、乗り込んで、もしこれ
向こうが気合変クラブに来るんだったら次週、次週、次週か。ああ、なるほど、そうですね。20日しかないですね。アキラさんに来てもらって。そう、アキラさんあたりにこう、かあの、ね、来てもらって、ね、なんか喋れよ、みたいな感じになるのか。そうですね、10月。なんか面白いそうそう、だから10月はちょうど、はい、20日は小樽の後なんですよ。おお。19日小樽だから興奮冷めやらぬまま、そうまま次の日キャヘンクラブなんで、ちょうど今日が俺東京から帰ってきて次の日キャヘンクラブだぜみたいなのと同じノリなわけです。そうですね、そうだそうだ、そうそうそう、だから今月来月はちょっと注目してください、はい、お願いします。お願いします。あちこちあの告知を頑張って出そうと思うんで、チケットの予約待ってます。お願いしますお願いします。高原までね、はい、高原まで来たら当然俺もセットでついてるんで、うん、多分高原は嫌がると思うけど俺セットなんでしばらく今月来月ぐらい嫌がりませんよあ、ここのやつ9日ね告知出てるって。あら知らなかったよ全然知らねえよ俺も。あれミュウさんが教えてくれました。本当、うん、ミュウさんありがとう。ここのやつ告知出てるそうです。じゃあビボで、うん、もうビボでもうあまりの驚きにいろいろ噛んでますけど、ビボでちょっと検索してみます、はい、しょうがねえな。あら出てたの？ヤオクラさん私聞いてないよね。ね。よあの、ね、話は聞いたけど、はい、その告知出てる話は聞いてないよね。ね、そうなんですね。出てたそうです。11月9日とね、ちょっとびっくりしましたね。15日にまあそんな感じで、はい、イベントがまだまだイベントがまだまだ続きます。まあ年末なんでむしろバンバン入ってくるでしょうね、これから。そう、俺個人的にだってもうこれなんだっけ、11月の1日に筋肉症状態のカバーバンドでライブをやらなきゃいけないという、おすごい、その話とか、うん、で2日3日はボイス&リズム、あ、言ってます、ですね。で、9日がビボー、その9日のビボセッション、ね、ビボのミーティング、はい、それで15日ファンドームですよ高原とともに。そうですね、これさ、9日と15日は高原セットですよね。そうですね。そんな11月を迎えることに。11月15日、はい、それこそ私の妹分天子優香が、もうあのコトニのブリッジスタイルでワンマンやりますよ。かぶってんのまた優香誕生日なんです、ちょうど。あ、そうなんだ。バースデー。あ、初ワンマンって言ってたよ。そうです、で、初 CD 発売するので、いや申し訳ないね、どんかぶりだったんですよ。あ、だからそれこそちょっとバンドで出てみようかなと思ってたんですけど、はい、ゆかちゃんちょっとかぶったんで、うん、ちょっと出れないなとなるほど。そうなんですね。そうか、で、それで別仕込みを考えてる。別仕込みで別企画を考えて、準備ができ次第かなと思ってます。わかりました。そうなんです、盛りだくさんなんです。盛りだくさんなんですよ。だからね、10月11月は注目してください。我々にあの時間をうまく使ってぜひ遊びに来てください、はい、あとないの10月高原イベントはないの。10月はですね、うん、と13日があけぼのアートコミュニティセンターでコスプレの、実際に祭日ですね。そうなんです、月曜日ね、コスプレのイベントがありまして、体育の日ですけど、10月13日って体育の日だ。そう、体育の日ですよ。本当だ、小学校の跡地を借りてですね、コスプレ、まあ、コスプレの、はいはい、イベントがあります。あとは、まあ、19日、あと、ね、はい、あれあれ、あ、9月そう、あ、違った、10月、10月はそんな感じですか。あれ29日、29日肉の日は限定ですよねそうなんです、10月29日あ、そう、これさっき打ち合わせしたやつ書いてた。29日限定ナイトありますですね、あのなんと踊れる日、踊れる曲をコンセプトにですね、たくさんの方々が、あの、まあ、2部構成になってまして、1部がアニソンで、
ダラミさんと、はい、あとひなりちゃんですね、はい、企画して。これ場所どこですか？場所場所デュースで、おなじみデュースで、おなじみデュースで、はいはいはい、行います。で第2部はですね、うん、またアニソンだけじゃなくて、うん、まあノンジャンルで踊れる曲を集めて、いろんな方が歌ったり曲がかかってみんなで踊ったりする。でそこ の、 あの企画というか進行が高春が進行するの、受け負うことになりましてですね、出演じゃなくて出演し、出演しつつ進行もする、はい、企画しますので。これね、はい、久々にね、エンテナイト水曜日なんですよ。そうです。あ、そうか。いつもね、木曜日だったんですよ。そうですね。ね、ずっと木曜日で、俺毎回行けなかったの、木曜日の用事だったから。水曜日でしょ、はい、水曜日の夜はね、しかもね、はい、これ最終週、4週目でしょ、はい、空いてるんですよ、これ。イエーイ。ばっくり空いてるんですよ。え、久々に。なんか、木屋さんなんかできるんじゃないですか、して。え、俺何するのね、なんか高春コラボしてくれる人、これ押しましょう。高春コラボだったらなんかやってみる。お、やりましょう。俺ピンで言ってもなんもできないからさ。やりましょう、やりましょう。なんかまだね、企画の段階なんですよ。あ、そう。これから形にしていくんですけど、これからあと2週間、3週間しかないよ大丈夫？3週間もあれば大丈夫ですよ。マジっすか？大丈夫ですよ。まあ、まあいいですけど俺だから久々に、あ、やっと見に行けるなと思ってたの。そうなんです。そこで私29日は2部にですね、はい、はい、企画、はい、プロデュースします。はい、わかりました。ぜひ29日じゃあちょっと覚悟しておきます、はい、どんな話になるかわかりませんけども、はい、29日っていいなぁ、よかったなぁ。肉の日、肉の日、水曜日。いつも木曜の夜で俺ファントムの店が入って絶対行けない毎回行けなくて、今頃みんななんか楽しそうにやってるんだろうなって思って。そうですね、一瞬顔を出してくれて、あきらさん、じゃあちょっと行くからって言って、そうそう、すぐ帰っちゃう。そう、行ってもね。そうです。そうなんですよ。今度水曜日だったら、はい、違反がないので、お、行けるぞ、イエーイ、イエーっていう感じということでね、はい、10月も11月もモリモリモリだくさんで、モリモリモリだくさんでお待ちしております。お待ちしてます。ということで、はい、いろいろ告知も含めて喋ったので、そうですね、はい、ギターコーナーやろうかな。イエーイ。じゃーん。今日のギター、はい、いわゆるストラトキャスターなんですが、お、これね、いろんなパーツを寄せ集めてね、組み立てたんです、つい最近。だからよくわからないです、素性が。うちに転がってたあのギターの部品がありまして、でそれをこうこの間整理してましたら、あのなんか一本組み上がりそうなだけ部品が揃ってたので、あ、じゃあ組み上げようと思って組み上げたのがこれです。すごい。で、まあ足りない部品とかも探したら出てきたんで、なんとなく1本組み上がっちゃいました。なんか買ったのは弦だけです。あとはなんかうちに転がってた部品を組み立てたらこうなりました。すごい。どんな音がするのかなと思って、うん、あの弾いてみたんですけど、うん、まあ普通ですね、可もなく不可もなくうん、うん、普通に使えます、うんうんうん、すごい、うん、これでなんかちょこちょこどっかで遊びに行くときこれ車に1本抜くとね、うんうん、楽かなみたいな。すごい。そんな感じなギターで、正体不明なストラトキャスターでも組み上げたとは思えないですよ。ネックはね、結構細くて弾きやすいんですよ、うんうん、で普通のストラトよりもフレットが1個多いんです。普通は21フレットなんですけど、こいつ1本多い22フレットついてるんです。
まあ、あとは普通ですけど、すごい、俺的にはね結構トモネック弾きやすくて好きなの。これはどれぐらいの時間をかけて組み上がるんですか？組むだけだったら30分かかんないかな。そう、こう組み上げるだけだったら30分ぐらい、弦を張って調整すると1時間半から2時間ぐらい、でもそれぐらいです。そうですね、さささっと、さささっとプラモデル作るより簡単です。本当ですよ、色塗らなくていいし、さささギターできたよみたいな感じじゃないですか。そう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 、ご飯できたよみたいな。え、もうってなっちゃいます。そう、すごい。していきたいなと思ってます。放送も今月は2回、やっと2回あります。来月は残念ながらまた1回に戻る感じではありますが、まあ、その分でもライブに会いに来ていただけたらと思います。そうです、そうです。その分ね、ライブはあの土日みたいな、はい、土日月とありますんでね、ちょうど気合変クラブ放送予定だった3日の日は、はい、あの11月ね、11月3日はあの祝日文化の日になってますんで、でもその日はあのボイス&リズムであのクラップスホールの方で俺出演してるんで、あのライブですね、あのライブですね、まあもうあるんですね。でそれが終わった週は9日ビボセッションなんですけど、ビボはなんか情報をいただきました。皆さんありがとうございます。9日の開催14時30分開演15時料金2000円となってます。はい、場所は当然ビボです。はい、出演はまだ全部決まってるのかな、なんか交渉中みたいな話してましたけど、ね、どうなってるのかちょっと私は不明です、うん、っていうか俺自分の分だけね、うん、気合変頼むよみたいなとこしか知らないので、ね、高春出てくれると安心するよっていうとこだけですね。ですね、はい、ということはとりあえず9日またあの高春の顔は見れると。見れます。なので9日はビボに来てください。生高春が見れます。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。じゃあ、そんな感じで、あと何か言ったか、なんか言い残すことは、言い残すことですか、うん、あ、そうだ、そうそう、これ持ってきたんだ。お、うん、あのですね、9月の5日からですね、ハンドメイドウェブショップを開設オープンしまして、道外の方とかに物販とかのもの買えるようにしてって言われたのが元々だったりするんですけど、まあブレスレットとか CD とかをそのウェブに上げて販売しているんですけど、毎週金曜日にですね、はい、まあ新しい新作をこう上げてるんです。これは一生懸命作りましたよ。本当だ、こんなのね、ピアス的なものですか。ピアスとこれネックレスなんですけどとか、はい、あと結構人気なのがこれシュシュなんですけど、シュシュは結構皆さんお手に取っていただいてるので、そういうのがあったりとかですね。あとめちゃめちゃおすすめなのが、はい、このポーチなんですけど、おこれたまに普通に自分でも使うんですけど、使ってるんですけど、意外とこのサイズ使いやすかったりして、うん、この
通帳とかね通帳、はい、あと私とかあの音源 CD を持っていくときに割れないようにするのにポーチに入れて持ってたりね、はいはい、こう結構使えるポーチだったりとか。なるほど、 CD が入るサイズに作ったら。そうなんです、わーわーわー、そう、こういうポーチとかあるので、ぜひぜひこれからいっぱいいろんなアイテムをあげていきたいなと思ってまして、まあウェブだけじゃなくてウェブショップじゃなくて、まあ宝の物販でもちゃんと手に取って。普通に物販でも売ってるのね。売ってるものもあります。ただウェブでしか買えないものも結構あるので、プレミアム感が。そうなんです、これからだからこうハンドメイドのイベントって結構札幌とかでも多くあって、10月にもなんか都道府で開催されたりするんですけど、はいはい、あの地下歩行空間とかでもよくハンドメイドのイベントとかがあったりとかして、なんかまあ音楽の活動だけじゃなくて、はい、そういうものを作ったりとかで、ふうふうになんかこうそこら辺にも進出して遊びに行けたらいいなぁなんて思いながら、なるほど、楽しんでるので、だんだんアーティスティックな高春になってきてますね楽しいですよ、もう。 なのでぜひぜひあのウェブショップ遊びに来ていただいたり、はい、していただけたらなと思います、はい、まあ詳細はここに、はい、ここに載ってるのね、はい、ウェブショップスプリングスのになっておりますので、ぜひ遊びに来てご覧くださいって言われますね、ご覧ください、はい、じゃ あ, あのここをねあのブックマークして時々あのチェックしてやってください、はい、新しいコアアイテムが、ね、出てきたらあのちょっとお買い上げいただけると高春が喜ぶかなただね、あのおじさんとかねこういうのとかしてるとちょっとびっくりするんであでも男性用のブレスも作ってほしいっていうのがあって、あ、そう、作ったんですよ。なるほど、はい、おじさんこれしてたらちょっとびっくりするその辺はちょっといろいろ考えてもらいたいのでそうですね、まあ、男性用のアイテムも増やせていけて、そうそう、でも高春のこうハンドメイドなんで欲しいと思うんだけど、分かるんだけどつけるなよ、買っていいけど買うのは許すけどつけるのはやめてくれ、分かった、くさんのね、そうそうそう、いやだからその男性用にデザインされてるものがいいよこれはやめよう、これはピンクのリボンね、うん、これはやめよ う, そうと思うので、はい、まあ、そんな感じでキアヘンクラブ、はい、まあだらだら今日も50分やりましたが、まあ、北海道お帰りなさいな日で、はい、ただいま、はい、ただいま放送でした、はい、以上でした、はい、では次回は次回は20日、20日、今月20日にまたやります、よろしくお願いします、はい、お願いします。